パラですチェロですパラチェロで す。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、まあもう見れてる通りなんですけども、まあ、容器解放が来たというところで、まあ、小豆洗いとプラボッコですね、来ましたね。来ましたね。まあ、両方ともね、初期からいるキャラだから、心待ちにしてた人も多いんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。はい、じゃあ早速性能を見ていきましょうか。見ていきましょう。小豆洗いの容器解放は限界突破2と4でお供アビリティの追撃威力増加と限界突破5での復興プラス100のようですね。そうですね、まあ、ここにも書いてるんだけど、限界突破2と、限界突破4で、お供の、追撃というかそこが、強化されたというところですね。小豆洗いをね、地獄アリーナとか百鬼夜行で使う人にとっては、追撃の威力が上がるので、嬉しい解放かなというところですね。ここにも書いてるんですけど、250だったのが、500になりますよというのと、もともと敵2体に500だったのが敵、2体に威力が1500になると。3倍ってすごいね。こっち2倍で3倍、すごいね。お得。で特にね、必殺技へのテコ入れはなかったんですよね。なんかやたらね、こうお供地にみたいな感じを強調した説明文だったんで、お供で連れて行ってほしい、容器解放になるのかな。もう少しね、強く仕上げてもいいんじゃないかなと個人的には思ったんですけどね。あ、そっか。っていうのが、小豆洗いの容器解放になってますね。続いてクラボッコです。はい、こちらは UR キャラだけあってかなり追加されてますよ。そうですね。まず限界突破2で暗闇耐性が100になりますね。はい、もともと凍傷耐性がありましたのでプラスで暗闇耐性がつく感じですよ。暗いところでも怖くないウーマン爆誕です。暗いところでも怖くないウーマン怖くないところでも暗いところでも怖くないウーマンですねですね。はい、続いて限界突破4ですが、スキルがかなり追加されていますので、後ほどまとめたいと思います。そうですね、ここにザーッと書かれてるんだけどね、すごいよね。これをちょっと後ほど表でまとめてますので、そっちで見ていきたいなと思います。はい、最後に限界突破5で魔法プラス200に。そうですね、っていうところで、続きがね、スキル、必殺技がどうなったかというのをね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、絶対暗くても大丈夫ウーマン、かつ奈落絶対許さないウーマンとして生まれ変わりますよ。そうですね、ここにも奈落で 30% アップとかね、あとここに奈落キラーバフ5とかがあるんで、奈落絶対許さないウーマンということですね。ちょっと赤字で書いてるのが審議が必要ということですかね。そうなんよね、ここがちょっと不確定というか、ちょっと本当にここでいいんかなって思ったんですけど、っていうのがね、こっち戻るんだけど、どこに書いてたかな。あ、ここ。ここね。魔防バフ解除のタイミングを攻撃前に変更っていうのと、魔防バフ解除成功時に攻撃前にって書いてるんだけど、ここ、魔防バフ解除って書いてるけど、こっちさ、フルチェンジって書いてるじゃん。で、こっちフルチェンジかつゼロヒゲって書いてる。で、フルチェンジって書いてるんだけど、ここの魔防バフってフルチェーンに触れてないんですよ。でも元々がフルチェーンの時に魔防バフを一つ解除するから、多分フルチェーン時の話で合ってるんじゃないかなと思うんで、ここはね、ちょっと間違ってたらごめんなさい。ごめんなさい。で、攻撃後だったんかな、元々。ちょっとここも不確定なんだけど、攻撃前に変更というところですね。で、あとは魔防バフ解除成功時に味方全体に魔防バフごと効力250で回復と。なんで、魔防バフを使ってる敵に関してはかなり強いというところですね。ただ魔防バフをしてくる敵に限ってしまいます。そうですね、ここの解除成功時っていうところはそうなっちゃいますね。ガチャドクロでは猛威を振るいそうですね。そう、ガチャドクロ確か使ってきたと思うんですよ。なので、解除して、バフをつけるという感じになるので、ちょっと、ガシャドクロはさ、クラボッコ容器解放艦隊でちょっと行ってみたいよね。どんなことになるんだろうみたいな。だって味方全体に バフだから、すっげえことになるよ、多分。めっちゃ強くなるよね、みんな。あとは、
一般的な感じですけども、魔法バフ2とフルーチェバフ1、1回目でブレイクヘイスト付与、奇数回でブレイクヘイスト付与しつつ、奈落キラー5と、かなり強くなったんじゃないでしょうか。かなり強くなったよね、これはクラボッコファンは嬉しいんじゃないねえ、まあ、例えば魔法バフが使わない敵であってもさ、まあ、ここって結構なんか今の感じだとさ普通にあるようなキャラの性能してるから、まあ、全然普通に使えそうだよね。そうだね、土の魔法アタッカーにはフリーレン、ヨーコクラマ、モモ、サトリ、ケウケゲンとコラボキャラが多い感じでしたけども、向上キャラでこの性能は嬉しいですね。そうですね、まあ、ちょっとヨーコクラマとどっちが強いのかっていうのはちょっと比較してみたいけどね、まあ、ガシャドクロもそうだし、あとタキヤシャ、無限の塔のタキヤシャとかも使えると思うから、どっちがサクッといけるのかっていうのはちょっと試してみたいけどね。そうですね、まあ、早速ねガシャドクロをちょっと痛めつけたいなと思うんで、ちょっとポロさんと一緒に容器解放がもしできれば、ちょっと俺若干自信がない、あれ貫突してるかどうかが若干自信がない、土俺の育成順としたら火、風、水、土なんよ。うわ最後か。そうなんよ。だけねワンチャン育ってないかもしれない。その時はポロさんに託すしかないけどね。しょうがないですね、でも俺絶対ポロさんよりキャラを育ててる自信はあるけどね、全体的に。とにかくね、ガ、シャドクロ、クラボッコでフルボッコ頑張りましょうかそれを言いたかっただけやろねえ、ただ容器解放するには限界突破しないといけないから、まあ4突少なくともしないとここら辺の性能はちょっと肌で感じられないっていうところがあるんでね、そうだね、頑張って成長させましょう。なんかガチャも来るみたいだけど、まあ、ここは毎回注意点としてお伝えしてるんですけどね、キャラ取ったからといってこの性能を得られるわけじゃなくて、とつらないといけないというところですね。そうですね、なので、まあ、ここで限界突破2っていうのは2突ってことだし、4突5突っていうことだから、まあ、ここをまず、まあ、特にね4突しないとこの必殺技っていうところは恩恵を受けられないから、まあ、4突しないといけないっていうところでね、まあ、キャラを取っても、まあ、キャラをね連続で取ればいいんだろうけど、まあ滝行に入れることになると思うんでね、そこだけちょっと注意というところですね。そうですね、はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。